ルネサンス大阪高等学校は、大阪府大阪市北区にある私立の通信制、高等学校。設置者は、ブロードメディア株式会社。グループ校に、ルネサンス高等学校、ルネサンス豊田高等学校がある。総称して、ルネサンス高校グループと呼ばれる。2013年8月9日、大阪府と大阪市が共同で5月17日に、申請していた。 教育特区申請が認可され、株式会社による学校の設置、運営が可能になった。それに基づき、茨城県、愛知県で通信制高校を運営する、ルネサンスアカデミー株式会社が、同校の設置を申請、不思立学校審議会特別委員会により、教育条件の整備などの一定条件を付した上で、認可を受け、2014年4月、府内発の株式会社運営の 通信制学校として開校。ルネサンス高等学校のグループ校である。定員は3000人。スマートフォンやタブレット端末、PC を活用した遠隔授業が特徴 ICT 教育に力を入れている。教科書を解説する動画を見ながら、出題された問題の回答を送信。教師による添削、解説が受けられる仕組みとなっている。年五日のスクーリングがあり。 通常の授業をはじめ、実験、英語を集中して学習するなど、分野に特化した課外活動も行っている。校内には簡単な運動スペースや図書室、保健室も存在する。2020年2月19日、運営会社のルネサンスアカデミー株式会社が、ブロードメディア株式会社と合併した旨の工事が出された。なお、これに先立ち、 大阪府市立学校審議会の令和元年12月定例会開催でルネサンス大阪高等学校の設置者変更の件等が審議され適当であると答申されている。ありがとうございます。